チェルマーク・ヨーゼフはハンガリーの元陸上競技選手である。彼は1952年に開催されたヘルシンキオリンピックの男子ハンマー投げで金メダルを獲得した。チェルマークはオリンピックの男子ハンマー投げハンガリー代表として1952年のヘルシンキオリンピックから1960年ローマオリンピックまで3回連続で出場している。 ヘルシンキオリンピックの男子ハンマー投げでは33人の選手が2つの組に分かれて予選通過を目指した。チェルマークは予選1組のトップとなる57メートル20センチを投げて予選全体でも1位となって決勝に進んだ。決勝は予選を通過した25選手が出場して予選と同日に実施された。チェルマークは決勝の第1投目で 当時のオリンピック新記録を更新する58メートル45センチを投げ、3投目ではさらに記録を伸ばして60メートル34センチと世界記録を更新した。そのまま1位を保って前回ロンドンオリンピックハンマー、投げ金メダリストで同じく、ハンガリー代表のネーメトイムレなどを抑えて、金メダル獲得を果たした。4年後の1956年メルボルンオリンピックでは、 予選通過は果たしたものの、決勝では5位にとどまり、連続のメダル獲得はならなかった。チェルマークにとっての最後のオリンピックとなったローマオリンピックでは予選通過が果たせず、全体で18位の成績に終わっている。チェルマークはヘルシンキオリンピック以外では国際大会の優勝は果たすことができなかった。他の主な競技会では1954年に スイスのベルンで開催されたヨーロッパ陸上競技選手権大会の男子ハンマー投げで銅メダルを獲得した実績がある。なお、チェルマークはハンマー投げで60メートル超えを記録した最初の選手である。彼は1952年7月14日から同年9月14日までハンマー投げの世界記録を保持していた。その後、2001年1月14日にベスプレーム県 タポルツァで、心臓発作を起こしして死去した。アスレチックスアットザ1952ヘルシンキサマー・ゲームズメンズハマースロークオリファイングラウンド2011年10月8日閲覧アスレチックスアットザ1952ヘルシンキサマー・ゲームズメンズハマースローフィナールラウンド2011年10月8日閲覧アスレチックスアットザ1952ヘルシンキサマー・ゲームズ メンズハマースロー2011年10月8日閲覧。アスレチックスアットザ1956メルボルンサマー、ゲームズ、メンズハマースロークオリファイングラウンド2011年10月8日閲覧。アスレチックスアットザ1956メルボルンサマー、ゲームズ、メンズハマースローフィナールラウンド2011年10月8日閲覧。アスレチックスアットザ1956メルボルンサマー、 ゲームズ、メンズハマースロー2011年10月8日閲覧。アスレチックスアットザ1960ローマサマー、ゲームズ、メンズハマースロークオリファイングラウンド2011年10月8日閲覧。エウロペアンチャンピオンシップス2011年10月8日閲覧。ワールドレコードプログレッションメンハマースローアーカイブド2007年7月1日、アットザウェイバックマシン。 2011年10月8日、閲覧。チェルマークの記録は、同年9月24日に、ノルウェーのスベレストランドリが、オスロで開催された、競技会で61.25メートルの投てきに、成功して破っている。ニュースヨザフ・チャーマック、フンガリアン・オリンペック、ハンマーチャンピオン・サクセッサー・オブ・ザ・グレート・イムラ・ネミス、ハズダイ・ドヤン15-2001アーガイブド2005年2月17日。 アットザウェイバックマシン2011年10月8日閲覧ありがとうございます。